ゲンスルー組のことも考えると絶対に負けるわけにはいかないな。こういうのも悪くない。まずはボクシング対決だ。帰り討ちにしてやるぜ。はい。インファイターか。いいぞ。基本的な戦闘能力はさほど高くないと自ら吐露しているようなものだ。勝者バリー、勝者ロドリオット。この6人戦闘レベルは申し分なし。おい小僧、表へ出ろ。表、土俵の間違いじゃないの。無償に逆戻りだぜ、ボポボ。タブー破ったら厳罰。こいつに言ってなかったのか。殺されはしないと鷹をくくっていたが。そいつ死んじゃってんだけど、相撲の勝敗はどうなんの。さっきまで相撲は絶対俺がやるって言ってたくせに。さて、俺のテーマは8人ずつで戦う。8人メンバーを選んで、こっちはもう決まっているからな。ああ、先に言っておくが、使うのは普通のボールだ。ちょっとタマ、今方法考えるからさ、俺たちだけでやろうよ。命がけなんだから、やれる人だけでやろう。8人対決の時はちゃんとその人数でやってくれなきゃ、15人の仲間を集めさせた意味がないだろう。現実だよ、ここは。ここグリードアイランドは現実世界のどこかにある。このゲームは現実で行われている。ボボボはそれを破ったから処刑された。このゲームを作った奴の一人、ボボボやそこの連中は実際の死刑囚だろう。ここが現実。そういうこと。ジンもこの中にいるの？グリードアイランドの中に。やっぱりお前がゴンか。うん、お前が来たら手加減するなと言われてるぜ、お前の親父にな。そっちもやってることだ、問題ないだろう。ああ問題ない、これで8対8だ。それでは試合を開始します。ゴー。先手はくれてやるよ。挨拶代わりにかましてやるぜ。こいつ行くぜ、触れよ。よし、準備 OK。 あ、今なんて言った。が遠くからバスか。早くホワイトゴレイナー。念珠と自分の位置を入れ替えることができる能力か。念珠が粉々に砕かれた。このイメージは一朝一夕で拭いきれるものではない。奴はもうダメだな。さあ次行くぞ。早すぎる。続けろ、後ろ。重い、まるでボーリングの球みてえだ。おい、手当てしてやれ。プレー続行不可能となる怪我をした場合、その選手は退場となります。ひそか。オーケー、ボールを。そうか、バンジーガムならぶつけたボールを手元に引き寄せることができる。さあ楽しませてくれよ。バンジーガムなら何度でも攻撃できる。最後に内野に残ってたやつがボールに当たった瞬間、バックって言って復活するのはあり？あ、分かってる。あいつは最後だね。なかなかいいボールを投げる。267じゃあのボールは受けきれんな。申し分ない威力。強いな。再び攻守交代だな。剣。剣ができるか。ならば死ぬことはあるまい。ゴン。ダメだ、逃げろ。カッ。ゴーゴー、大丈夫？全然平気じゃねえだろ。次はトルゴンチームの内野ボールで試合を再開します。バックは俺が宣言するからね。こうなったら聞かねえよ。それではスタート。ゴン、手当てしとけ。別にこうしてパスを続けてても反則じゃないだろ。おい、やられっぱなしってのは性に合わねえんだ。借りを返すぜ。レイザーブラックゴレイナー。これでアウトにしても結局こいつは内野に戻るけど。何？なかなかいい能力。敵にパスしちゃいけないルールはないぜ。能力者が気絶したら念珠が消えた。黒い方の猿は内野に入れてスタートしていいぜ。いや、
無理だ。しかし明らかにこちらが押されている。敵はきっちり外野を固め、どこからでも攻撃可能。誰かな。俺か。どうする。無理だ、受けきれない。人か。バンジーガム、なんてこと考えやがる。俺を狙ったように見せかけて、そしたら俺は深く、せっかくうまく避けたと思ったのに。ゴン選手、バックをコール。本当に大丈夫かよ、あの子供で。絶対無理はしなさんな。うん、大丈夫か。おい、レーザーのボールにさえ注意して避ければ大ダメージは避けられるな。それじゃ勝ったことにならない。死んでたかもしれない。これはすっごく頭にきてる。半端には勝たない。完璧にあいつを任せてやる。キルはそこに立って、腰を落としてしっかりボール持っててね。そうか。うん、じゃん。リスタートはゴンチーム、ガイアボールから。くっそ、ダメだ。あんなんじゃ、あれじゃ本体のレーザーは倒せない。もっと威力を。よし、もう一丁行こうぜ。レーザーに一発かましてやれ。もっともっと威力がいる。レン、これならたっぷり時間をかけて力を練ることができるわよ。冗談だろ。練り出したオーラ、すべて拳へ。くらえ、レイザー！うぅぅ！完璧！トレッコね！レシーブ！うぅ！すっげぇ！ダメダメ。ボールはしっかり掴まなきゃね。クッション性によりレイザー選手アウト！外野へ。満身創痍なのはむしろこっち。ヒソカはおそらくもう投げられまい。そろそろ全身にかなりの疲労感が襲ってきているはず。おそらくあの少年があの中で一番ダメージを負っている。大丈夫か。もう絶対決めろよ。あと一球。タイム。審判、質問だ。何でしょう。内野の選手が自分の意思で外野に移動するのはあり。お前が外野に来てくれれば俺がボールを持てる。俺がボールを持つから外野からレイザーを仕留めるんだ。もうそんなことを言っている場合じゃないだろ。俺なら平気。なら両手を見せてみろ。大丈夫だって。やれるさ。もう一球ぐらいなら大丈夫だ。ゴン、お前からも言ってやれ。俺分かってたんだ。ボールはキルアが持ってくれないと。キルアじゃなきゃダメなんだ。さあ分かったろ。おっちゃん戻って休んだな。ひそかボールちょうだいね。試合を再開します。あんまり投げるのは得意じゃないんだけど。2番アウト。なるほど、それは面白いけどちょっと自信ねえな。頼むよキルは。それでは試合を再開します。レーザーの念珠が分散していたオーラを自身に戻した。次が本当の全力というわけか。まさかこれを使うことになるとはな。いい感じだぜ。バレーのスパイク合体。分かったぞ、お前らの狙い。レイザーのボールをゴンが止め、ヒソカが追い、キルアが支える。やった。ゴンは俺のボールを止めるため手にオーラを集中、臆すことなく正確にボールを捉えた精神力と集中力は称賛。ヒソカはインパクトの瞬間にあの能力でボールを包み込み、ゴンの取りこぼしを防ぐ。そしてキル、二人の間に挟まるクッションと踏ん張りの二役を、オーラの攻防力移動によってこれほど経験とセンスが要求される技術は他にない。恐ろしい才能。合体前に倒す。一人ずつ確実に仕留めてやる。もっと威力を。もっと。さっきのがマックスじゃなかったのか、怪物。キルは
全力で行くよ。足りねえだ、遠慮したらぶっ飛ばすぞ。じゃんけんぎー。取る選択肢はなし。かといって逃げるわけにはいかん。来い。それはレシーブの方向によるだろう。そんな勝ち方を望むやつじゃない。ぬ、胸を張っていい。お前の勝ちだ、ゴン。まだだね。なぜわざわざ。根比べだ。ボールが離れない。アウトです。最後どうなったの。乾杯だな。チームの勝利ってやつさ。なんかそのセリフ似合わない。